今井です。本日ファミセンのコーナーでご紹介するゲームなんですけど、9月の26日に発売されますプレイステーション3用ソフト、日本一ソフトウェアさんから発売になります。アルカディアスの戦姫ということで、こちらはね、私があの日本一ソフトウェアさんの番組をやらせていただいてるんですが、そちらで共演しているジュンジュン、真島ジュンジュさんも出てらっしゃるということでね、一体どんなゲームなのか初触りしてみたいと思います。はい、はい、というわけで王国中央部、今ですね、はい、まだゲーム序盤のところなんですけど、とりあえずこのゲーム3種類戦闘のモードがあるんですけど、うん、その最初の通常の姫戦闘というやつを、姫戦闘ちょっと漢字を間違えると違うものになりそうですねバトルです、姫バトルですよね、そうですよね、はい、決してお湯がじゃないです、ふわふわじゃないですよね、はい、はい、をやりたいので、はい、まずそのちょっと上のそこ、まあそうか、そこで丸ボタンを押していただいて、右上の森に行ってください。いいですね、ダーツ初めての戦闘、そうですね、最初の戦闘なんですけど、おお、出撃、快適に遊んでいただくために、はい、出撃メンバーを選べるんですけど、おお、ダーツはですねちょっと上級者向けなので、ダーツ以外の3人にしましょう。3人選べました。じゃあクリムさん、ユニさん、ユニさん、ルトチフさん、任せとけって、はい、ダーツさんはなんで上級者向け、弓矢なんです。あちょっと弱いです。負けたよね。はい。で、右に敵が出ている。近くがじゃあ、ここに。三角が強攻撃で、バツがジャンプです。おー。で、まるでアイテムを使うんですけど、今、使っちゃった。ですけどって今。ですけど、大丈夫です。ポーションまだある。だよね。あと1個しかないけど。大丈夫です。で、まあ、ジャンプしながら。これ敵？敵だ。データになりましたよ。何やら本当に強いやつをメーカーさんが、日本一ソフトウェアさんがくださったということなので、皆さんにこれから私がどれだけ強いかというところをお見せしたいと思いますさあ、どうしたらいいですか。これですね、激乱戦という兵団対兵団、兵士を混ぜた戦いがあるんですね、うん、それをやるんですけど、兵士の種類を選ぶので、あー、なるほど、本当それ相性があるので、よくわかんないけど、じゃあ顔で選べばいいですかね。で、これ全員キャラ出てます。ほんとだ！わわわわ、これ誰入れてもいいですか。大丈夫です。じゃあ、高いとこ入れるよ。あ、ジュンジュン張り切っていこう。あ、そうです。アヒル鳥声優だって自分で言った。ペンギン鳥、そう、ヒコイさん、俺のことを鳥だと思っているのかって後ろに今いる。あ、いるね。あれ
選んだ子たち。英断交代みたいな。まずこれ話して丸一をして丸で交代。やり兵が変わって剣が剣を持って兵士が後ろに戦い始める。あー本当だ。その時に英断交代しながら自分は前線で戦う。あ、なるほどね。どこの戦いに結構忙しいけど、前後になってるから意外と大丈夫です。そうです。戦略もあります。強いレーダー強いレーダーしなくても大丈夫です。めちゃくちゃ強いよねこれよくわかんないけどどんどん戦意が高揚してる、はい、向こうのチームも強いってこと。そうです。なるほど。これは本編とは別に遊べるってことですか。いや、違います。この本編のモードの一つ。モードの一つ。激乱戦モード、さっきの姫戦闘モードの他に激乱戦モードと次は超乱戦モードって言われてる。その3つのモードを繰り返しながら進んでいく。じゃあ次は超乱戦モードやってみましょう、はい、超乱戦モードやりたいと思います。超乱って何。超超えるの。あ、スーパーの方か。私長いだとばっかり思ってたからなんだろうと思ったけど、超えるに乱は乱れる。あ、乱戦です。なるほど、超乱こういうことですね。ヤッホーこれなんですか。え、手は乱こうイエーイイエーイお祭りだぜみたいなそういうことだよね。そうです ね超乱。超乱戦です。なるほど。てっきり本当に本当に長いこういう学乱的なやつだと思ってます。超乱ですね。なんかどういうことだろうと。なるほど、じゃあ挑戦してみたいと思います。じゃあこれも出撃メンバーを決める。はい、さあ来た。これも兵士がいるんですけど、兵士は基本的に、自分の命令を引いてきますので、これボスです。ボス。あ、だだだだだ。また RG を押しながら RG だから三角として右を切り替える。その命令は出されます。開始。何を命令したらいいの。退避でもいいんですけど、本当は攻撃とか基本とか防御とか、まあ攻撃するなって時は防御。逆襲開始。これか。これ。バルボタン。押さないと発動しない。選んだね。防御してたけど大丈夫。負けるか。つけてますけど、プリムがお姫様。そうです、戦姫。なるほど。仲間がいっぱいいてね。はい。はい、というわけで、本当イラストが可愛いですので、好きなキャラを選んでみてください。というわけで、本日ご紹介したゲームは、9月の26日に発売されます、プレイステーション3用ソフト、日本一ソフトウェアさんから発売されます、アルカディアスの戦姫でございました。はい、というわけで、今やさんでした。